おはようございます1月6日火曜日 AM テクニカル分析ですホレックスービージャパンの岡田の子がお送りします朝のこの時間はチャートを使ったテクニカル分析で前日の値動きの復習と今日の東京マーケットの動きを予測しますそれではアセンダントの山中さんよろしくお願いいたしますおはようございます え、ユーロドルの下げがきっかけとなり、ドルが強い試合となりました。えー、きっかけはイタリアの地方債に関連したスキャンダルを、え、イギリスのデイリー・テレグラフが報じたことによるものですけれども、えー、すでに、まあ、東京時間からこのニュースが出ていたにもかかわらず、まあ、東京時間中はそれほど、ま、大きな動きとなっていませんでした。 大きな動きとなりましたのが、まあ、ロンドン市場に入ってからで、えー、まあそれまでまあ買ってた向きが、えー、ストップロスをえ出したりということで、まあ、ストップロスを巻き込みながらまあ一気に水準を切り下げていったというような展開です。まあ、その後、ポルトガル中銀の総裁が ECB の利下げについてまあ触れたとえいうこともありまして、まあ、ユーロが非常に上値の重たいえ展開、一時1.3546レベルと、まあ、高値から見るとまあ400ポイントほどのえ下落、まあ、そしてその後ニューヨークの引けにかけてやや戻して1.36 前半でのクローズというふうになっているわけなんですけれども、まあ、ユーロドルにつきましては、まあ、昨日の段階で、まあ、年末年始のサポートになっていた1.3840レベルというところを抜けるかどうかというところをです、ねまあ、一気にクリアに抜けてきたというようなことで、まあ、引き続き売りが出やすい流れになってきていると思います、まあ、現状基準線が1.3635レベル雲の上限が1.3598レベルと、まあ、どちらも比較的似たような水準にありますので これらの二つの線を下回っての推移となるかどうかというのが本日以降注目するポイントになってくるかと思います。特に雲の上限なんですけれども、日足のチャート左下の方を見ていただくとわかりますように、来週以降は水準を下げていきますので、今週中にですね、日足、そしてこの雲の上限との位置関係がどうなっていくのかというところには注意を払いたいと思います。本日、終始からいきなりですね、大きく下げてきたということもありますけれども、レジスタンスとしては 1, 1. 3 7 5ルレベルサポートとしては1.35ちょうどレベルというところを考えておきたいと思います以上です山中さんありがとうございました以上 AM テクニカル分析を終わります次の放送は午後の FX フラッシュですフォレックス TV ジャパンの岡田のり子がお送りしました